村のつねえもん村のつねえもんから1927年7月30日は、明治から大正期の政治家、衆議院議員、貴族院直選議員、神奈川県会議員、自由民権運動家、実業家。属籍は、東京府平民。武蔵国多摩郡の津田村生まれ、地主、村のつねえもんの長男。聖家は、代々農業を営んでいた。明治元年に、 父が死去し、明治2年に家督を相続し、常門を襲名。幼い頃から学問を好み、大谷村の清水塾、の津田村の里市進学者、マシモ鈴名のトール岩塾、高余塾で学んだ。感学を収めた。1878年5月、結社席全会の結成に参加。1880年9月、の津田村古町となり、 南多摩軍政の刷新に取り組む。1881年6月、神奈川県会議員選挙において、南多摩軍役所が選挙人名簿の調整を怠り、有権者を誤った状態で選挙を執行したことを追求し、佐藤利正軍長を辞職に追い込んだ。軍政刷新の目的を果たした村野は、翌月古町を辞職した。1881年11月、 石坂正孝らと政治結社、トールガン社を結成し、自由民権運動に加わる。1882年7月、トールガン社を解散して自由党に入党した。1883年5月、の津田村に文部官両総監を設立し、青年民権化の育成に取り組む。1885年、大井健太郎の挑戦革命。1887年9月、 大阪臨時重罪裁判所で、刑禁庫1年、監視10ヶ月の第一審判決を受け、和歌山監獄に収監された。1888年9月、刑期を終えて出国した。1889年4月、鶴川村会議員に選出され、同年11月、神奈川県会議員補欠選挙に当選し1891年2月に、辞任。 1898年8月、第6回衆議院議員総選挙に、東京府第13区で、県政党から出馬し当選。以後、第13回総選挙まで、連続8回の当選を果たした。立憲政友会院内幹事を経て、1913年、幹事長に就任。第1次県政擁護運動では、立憲国民党と連携し、桂太郎内閣党格運動を指揮した。 後に、声優会の院外団となった、竹内武氏は、演説をするのは、尾崎学堂や犬飼牧堂であっても、実際に、県政擁護運動の中心になったのは村野だったと、証言している。1922年6月6日、貴族院直選議員に任じられ、公有クラブに属して死去するまで在任。また、横浜倉庫専務取締役、横浜鉄道監査役、 自由通信社社長、満州日日新聞社社長、大日本国水会会長などを歴任した。色川大吉、流天の民権化、村の常江門山と処方。1980年によると、1926年5月12日に、金沢市において開かれた大日本国水会本部支部長会議の挨拶にて、鶴見相乗事件について触れ、任教義の精神があり全同して、 現代に応用すれば、国家が元気になるとし、むしろあんな党派の出現を防止するために、起こっているようなものとヨーロッパのファシズムを批判した。住所は、神奈川県横浜市青木町、東京府南多摩郡、鶴川村、の津田。村の常衛門製菓か,かつて常衛門が住んでいた町田市、のつ田町の聖火は、村の家から町田市に寄贈され、その後は、 近隣の町田市盾の津田公園内に移築復元された。1994年7月には町田市の指定有形文化財に指定されている。現在は年末年始を除く土曜、日曜、祝日に内部が一般公開されており、入場は無料となっている。ありがとうございます。